皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、のたかしです。えー、今日はですね、まあ、ちょっと、えー、まあ話題を変えてというか、えー、手帳を使っててよく悩みみたいなものをこう聞く機会があるんですけども、まあ、その中の一つの、まあ、手帳が埋まらないとかっていう、まあ、そういう悩みに対して まあ私自身どうしてるのかなみたいな、まあ、そんなことをちょっとお話ししてみたいと思います。まあ皆さんこう手帳を使われていてまあ最初は調子よく行ったんだけど途中からこう白いところが多くなってきてでまあ何ヶ月かするとこう真っ白になってああ手帳もう使うことないとか 手帳埋まらないからつまんないなみたいな感じでこうやめられちゃったりとかじゃあしょうがないんで違う手帳に変えてみようみたいなまあまあ気分を変えてみたいなまあそういうことはあると思うんですけどもまあその手帳が埋まらないっていう悩みってまあ何か手を打たないと当然のことながらいつかはこうマチロ欠陥になっちゃったりとかまあ使わなくなっちゃったりとかっていうことがまあ,あるん方もいらっしゃると。 いうことなんですけどもまあ私自身うーん手帳を使い始めたのがまあ会社員になった時がまあ本格的にというかまあ本格的じゃなかったんですけども、まあ、その時は少なくともこう何か予定があったらそれを入れるっていう、まあ、スケジュール管理的なものはしてたんですけどもまあこう今のこの手帳みたいにその 自分でこうリフィールとかまあ用紙を作ったりとかっていうことを始めてからもう134年ぐらい経つんですけどもまあ埋まらなかったとか書くことがないなんてことはまあまあ,あの幸いなことにただの一度もなかったということなんですけどもまああのまあそういう,こう立場というかその経験上からこう何かアドバイスを。 するとか,なんかこういうことに気をつけてると、まあ、手帳がこう埋まらなくて困るとか悩むなんてことにならないようにするにはどうしたらいいかっていうのをのまあ私の意見意見意見ってちょっと上上からチックな話なんでしょうけどもその埋まらなくならないようにするにはどうしたらいいかっていうのをどう心がけてるかっていうことなんですけどもまああのー、たった一つです。 あの単純な話なんですけどもその手帳に何かあったら、まあ、書かなきゃいけないでそれがこうちょっとそういうのがなくなってきたからなくな書かなくなっちゃうんでしょうけども私自身、まあ、それはそのスケジュール的なこうかん観点っていうか、まあ、ス,ケジュールスケジュールをこ,うこなすっていう使い方だと思うんですけども、まあ、私自身はその 何かこう自発的に、まあ、あの7つの習慣でとかで言うと、まあ、第一料金みたいな、まあ、主体的になるとかっていう、まあ、そういう行動をするんだとしたらこう手帳の中に何かがこう入ってきたから埋まるっていうものじゃなくて自分から埋めていかなきゃいけないっていうそういう行為というか、まあまあ、対手帳に対してはそういう行為をしなきゃいけないと。 いうことだったり、まあ、実際にはそれを書いただけじゃ当然その何も進まないので、まあ、行動もしなきゃいけないと。なのでその何かこう手帳に書くべきような行動をするっていう意識をまあ持つようにするというふうにこう考えていけばまあ手帳が埋まらないなんてことはまあ まあ、起こりえなかったというか、起こらないように、えー、行動してきた、まあ、予定を入れてで行動してきたとで、それができたかどうかっていうのを確認していたという、そんなことではあるので、まあ、その私が思ってるその一つ一つだけの,そのポイントとしては、その手帳に核に値するような行動をするということを、ま,あ、まず心がけるべきというふうに思っ し,しかもまあまあそのうんそれをきちんとこうつ続けていくということが大事じゃないかなというふうに思います。なのでまああの埋まらないっていうのはやっぱりあくまでこう受け身でしかなくて、まあ、埋めていくっていうまあまあそんなこう解決もしくはその解決方法。 まあ解決する考え方っていうのを持った方がいいんではないかなというふうに思います。ということで、まあ、あの、書け、書に値するような行動をするということを心がけていただければいいと思います。ということで、えー、今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。